トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。先日、スポーツの競技力、パフォーマンスと筋力トレーニングの関係について、解説する動画を2本アップしました。そうしたところたまたま、浜口京子選手、オリンピックレスリング女子日本代表選手、元日本代表選手のトレーニング動画が、回ってきたので、これは補足することができると、皆さんによりイメージをしてもらいやすいと思ったので、さらに深掘りする動画を今撮ってます。20分だけトレーニングできましたというところでアップされてた動画がですね、なんともう分かる人には分かると思います。片側30キロのダンベルのオルタネイトダンベルスピネートカールというものをですね、合計6回、片腕3回ずつやってる動画でした。これ半端じゃないですよこれ。しかも多分もう現役されてないですね、練習ね。それであれだけのトレーニングパフォーマンスを発揮するというのはね、やっぱり半端じゃないなと思いました。ちなみに私もねこのトレーニングやるんですけども、私男性でボディービルダーですからね、それでも片腕で10から12回ぐらいしかできないです。でやってもらうと分かるんですけどね、まずね30キロのダンベルをしっかり手で持ってね、しかも浜口さんね何も使ってないですからね、私も使わないですけど、握力がね半端じゃなく要求されますよ。これ振りますからね、30キロを静かに持つだけじゃなくて振るんで、それでも離さない握力、そして振るんでね体幹の力もいるんですよ。膝、股関節、体幹、もちろん足首も使ってますけど、全身を使って振り上げる、全身を使って振り上げて最後にしっかりと開外させるというところで上腕二頭筋に負荷を乗せるトレーニングなんですけど、もう全身のトレーニングですよ。腕を中心とした全身のトレーニングと考えていいと思います。握力もきついし体幹もきつくなる、で左右非対称、そして回旋の負荷がかかってきますから、これに対応する体幹が必要です。そんなトレーニングなんですね。振り回しすぎて腕に効かないだろうという話もあるんですが、確かにそれも分かります。振り回してる割には腕に効きにくいんですけど、でも重すぎて効いちゃうんですよ。でこれをすることで重りに慣れていくと、要は筋肉の出力が上がってきますから、他のトレーニングで扱える重量が増えていくと、しっかりとね動きを制限して腕の肘関節だけで動くようなトレーニングで扱える重量も増えてきますんで、これは腕のトレーニングとしてはとても重要なものだと私は捉えてます。で私もやってます。怪我にはもちろん注意しないといけないですけどね、それは分かった上で浜口選手もやってるというふうに思います。レスリングのようにどの方向から負荷が加わるか分からないような競技であれば、体幹に、左右非対称、そして回旋のストレス、もちろん屈曲伸展もね、要は前の曲げ後ろの反りのストレスもかかるあのトレーニングは、とてもいいトレーニングだというふうに私も、捉えてます。そしてたった20分しかない中であのトレーニングをやる、あの重量を持つためにはね散々アップしないといけないところもあると思いますから、そこまでのね、20分しかできないという中であのトレーニングを選択するっていうのは、やっぱさすがだなと、何が効果的なのかよく理解してらっしゃるし、そういった、しかしながら効果的なものっていうのは得てしてきついですから、このきついものから逃げないと、20分だからといって妥協しないというところがやっぱりさすがだなというふうに思いました。でちなみに、浜口選手のお父さんはアニマル浜口選手です。プロレスラーで元ボディービルダーなんですね。でボディービルトレーニングを浜口選手にも教えていたというところなんですよね。というところでボディービルダーがやっているトレーニングも、うまく考えてねやればアスリートに有効であるということが分かると思います。これやっぱりでも考え方がとても大事でね、どういう動きのトレーニングを、どういうアスリートにスポーツ選手にやらせるべきか、そして1日の時間、1週間の時間、1ヶ月の時間、1年、4年というオリンピックサイクル、どのように当てはめていくかというね、ピリオダイゼーションといったような考え方、がうまくね、フィットすればそのトレーニング効果というのは大変、有効になってくると、重要になってくるというふうに私は考えています。これね当てはめるのが難しいんですよね、いろんな選手の状況に。レスリングの、練習時間、筋トレ時間、おそらくレスリング選手走ったりもしますでしょうから、走るラントレの時間、そして戦術を組み立てる時間、要は研究の時間、さらには食事の時間、睡眠の時間、もうねやることたくさんあるんですよね。その中で気力、体力、時間を使うウェイトトレーニング、そしてさらに
回復の時間を要するウェイトトレーニングをやるっていうのは、これは結構戦略的でないとうまくはまらないというところなんですよね。で、浜口選手世界一になってますから、もうこれは十分、うまくはまった、ケースなんじゃないかなということが、言えると思います。まあ、ボディービルトレーニングというのがね、皆さんの中でどういうイメージかわからないんですけども、こうやって全身を使って、全身の反動を最大限使ってね、ダンベルを振り回していくようなトレーニングもボディービルトレーニングの一環であるということが、浜口選手のトレーニングで理解していただけたと思いますし、レスリングのような競技であれば、女性であってもあれだけの重量をね、ガンガン扱えるという、体、そして心があるというところが、見て取れたんじゃないかなというふうに思います。まあ、全ての選手にね、全ての競技にあのトレーニングが合うとは分からないですけども、一つの例として分かりやすいんじゃないかなと思って、ご紹介しました。トレーニングはね、本当に、トレーニング指導者、そしてアスリートの、考え方っていうものがとても、大事になってきます。いい、例えばいい結果が出た時のトレーニングが本当にいいかっていうのはまた分からないんですよね。体は変わっていきますし、年齢とともに変化していく部分もあります。そして取り巻く社会環境が変わっていくということもあります。それに応じて、いいトレーニングを、適切な量、タイミング、そして、年間を通した4年間を通したオリンピック選手であれば4年間を通したピリオダイゼーション、まあ、着分けですよね、をうまく駆使することで、その効果を、最大化することができるという、結構難しいものであるということを理解してもらえれば、嬉しいです。ということで今日はですね、浜口京子選手さすがですという、動画でした。私もね、今期は腕のトレーニングをね、一生懸命頑張ってますんで、さらにね、あのダンベルオルタネイトスピネイトカール、この最後グッてここで入れるのが大変なんですよ、これで、ここのこれを諦めちゃいけない。これで上腕二頭筋のね、グッとここの短頭に力が入ります。そして前腕のね、筋群にも、特に尺足の筋群に、強い負荷が、乗せられます。その最後のね、決めをしっかり大切に、今シーズン頑張ってみたいと思います。ということで皆さん、今日もトレーニング頑張ってください。ついに理想のサプリメントホエイペプチドが完成しました。このアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいました。その代わり、筋肥大一連の流れをサポートする最強成分、そして健康面、安心にも配慮したものができました。もちろん私も飲んでいます。もうね、元のサプリメントには戻れないという感覚でいます。ぜひ皆さん体験してみてください。そして携帯できる最強 PFC シックスパックプロテインバーもご好評いただいております。このバズーカホエイペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますので、よろしくお願いします。さらにオンラインサロン、公式 LINE、そしてプロパーソナルトレーナー、ボディメイク検定、ジム、書籍など、様々あります。ご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください。